作曲家が作られた曲なんですが、それをお聴きください。Thank you.
ないっていうメロディーも聴けるんじゃないのっていうような感じ の曲でございました。今の曲もモーリス・ダベルっていう人が作曲した曲なんですが、実はこの今低い音からこの高い音ですね、でこの脇では出してみましたが、まあ危険ことはないんじゃないのを作っているだと思います。実は一曲一曲こう説明しながら弾くのもあれですけども、せっかくはお集まりなんですから、一曲一曲の間になんかこう豆知識みたいなのを持って帰っていただいたらいいと思います。実は神戸はですね、コインを作ったんで有名な町なんですね。真珠業界、今大川社長、水木真珠さん、社長さんです。田崎真珠より大きな会社になってますね。で、まあ、そういう大川社長のところでですね、真珠なんですか、100年ぐらい前からもう実は真珠は神戸から旅立ってました。で、真珠は重さの単位、モンメって言います。で、日本がですね、世界基準に合わせてグラムメートル法に変えようとしたときに、コイン、皆さんの財布の中にありますけど、1円玉、1グラムですよね。で、アラビア数字で1って書いてます。はい。で、1とか2とか、そういう、まあ、1、2はないですよね。1円、10円、10書いてますよね。5円玉だけ漢数字で5って書いてますよね。で、さらに円まで書いてます。要するに5円、フォーチュンがあるようにっていうのを日本政府が決めて作ったコイン。なぜならば、モンメというのはもうすでに世界基準になってしまったので、グラムメートル法に合わせた中にもモンメは残さなくてはいけなくなった日本は、神戸がモンメを有名